聞くことはほとんどないけど、とにかく玉際、みんな分かってるけど、基本的なこと、玉際で負けない、しっかりと戦うっていうところ、ベース、それは忘れない、みんな何も言わなくてもね、モチベーション上がってると思うから、あんまり言うことないんだけど、まずこの試合、OK、よし、よし、勝とうぜ。24番の花森が拾って、さあ堀越は後ろに下げて、これが右センターバックの久保木で、この9番の中村が右のウィングバックを務めます。久保木がワンタッチで裏、一気に後ろから遠立てが出てきた、出てきた、シュートを打ちました。最後ストライカーの五十嵐、後方から久保木が、いや、心境どうでした、あの入れられた瞬間の終わった、正直、正直な俺もあやばい、まあまあ、あのもうグループリーグはもう絶対勝てみたいな雰囲気あったよ。もうまあその決勝トーナメント行くためにも、もう初戦はマジで大事みたいな。そうで、もう2秒で失点して、2秒ですよ、俺マジベンチ見たもん顔色やばい、どういう状況かあれだけ入り腕で、いや、この入り腕全員がさ、しかもさ、ちょっとスカウティングでさ、繋いでくるっていう、堀越学園めちゃくちゃあの足元うまいですね。そうそうそう、ちゃんとこうビルドアップしてきますっていうスカウティング入って、やっぱ立ち上がりやっぱどこも蹴る、まあ、蹴るよね、うん、立ち上がりやったから、ほんまに一発いかれたな。もうでもあれ、フォワードの子いたやん、13番かな、16、13、16、13か16めっちゃいいっすよ、いいっすよ、あれめっちゃいいっすよ、どうやったら知ってる、多分逆に割り切れるよ、時間あったし、まあまあ、そこあった、それは思った、なんかあのやべ、終わったとも思ったけど、いやまだ開始早々すぎ、あと40分あるやんっていうメンタリティーではあった、早すぎたから、逆に一点入ればいけるだろうっていうのは早すぎたから、確かに、まあ、ちゃんと集まったしな、なんか意外となんか焦ってなかったか、みんな冷静だったね、集まった時な、うん、なんか行こうみたいな感じで、いやほんま、あ、大丈夫、まだ全然時間あるから、全然あるみたいな会話したよね、集まった時は、うん、変にポジティブだったわ、うん、あの時な、一瞬待ってたポジティブにならならざるを得ない状況だったから一瞬待ってなんか思いな、あ、大丈夫大丈夫、まだまだ、あるあるある、全然良くないじゃん